もうちょっとな、だしてねえ、もう、お前、意味が分かんないよ何が起きてんぞーこれ、なんで俺、バンされたのれちょ、待って、何がど、どこがどこが俺、バンされる理由があったのれなんだと思う運営さん、チーミングってどこがだよどこがチーミングしたのの最終アンチ最終アンチ ちょっとバーンされた理由を探索する配信じゃ俺の、俺の昨日の録画を見るわ。チームメンバーではない生存者に食べ物などアイテムを配る行為。最後のアンチで指定される前に、チーム員で生存者と、えー長、長時間滞在しながら戦闘を回避する行為。そのあじゃいや、え、何がこれさ、あれじゃないのちょっと待って、俺ね、心当たりがあるわ。まず、あのー、 これは絶対オッケーってのを映すね。これがなしだったらこのゲームは破綻してる。まずはここよ。昨日の配信覚えてるでしょ俺は相当ビハインドを背負ってるわけだよ。相当ビハインドを背負ってるわけ。で、フィオラとさっき、えっ、ー、と、アヤだったから、で、1v1 をしていて、ハートか。で、フィオラとハートの 1v1 がもう勝てないっていう判断だったねフィオラが。 だから俺たちが順位を上げるには、共闘してね。で、これってバトロワでよくあることだと思うの。これがチーミングって言われたら、このゲームは成り立ってませんで。あともう一個よ。あともう一個心当たりがあるのが、ちょっとピンポイントで何分なのか思い出せねえや。配信の序盤の方だよな。あのさ、なんかね、多分スナイプかなんかが、 俺にアイテムを渡してきたたやつがいたんだよでそのアイテムをもらったの俺はでもあれでバーンされるんやったらお、あのね配信できん違う俺あのね画面を見てほしいこれはいやこれは罠でしょ <laughs> いやこれは <laughs> これ罠でしょあお前みたいなやつが大好きだお前みたいなやつが大好き いや、これは罠だ罠だやられたーやられたーもうこんなにマジで巧妙すぎるでしょ発言も一緒にやってるやつやんちょっとこれは、んん上さ運上さん罠だよこれバンしないでよ問い合わせよ。ハニートラップだよ、これ。 <laughs> バトルはなし、バンって言われてもさ <laughs>。そんなこと言われても、配信でさ、知らねス人ーがさ、とことか歩いてきてさ、ライダーピッて落としてさ、拾わんって方がむずいやろ。しかも、配信は、このゲーム初めたてだなんだよ。一週間とかちょっとしかしてないんだよ。ライダーってすげえ大切なんだよ。つられくまでしょ。これはちょっとディスコードで言う必要がある。 これは政府の域でしょ。これ、これはマジで政府の域これ許されなかったらマジで悲しい。トラップやん、こんなん。そうだよ、俺このゲームをフェアにやろうと思ってるよ。そりゃそうよ。でもあれは、取っちゃう。人の心理として。だってさ、俺一回あ、あのね、ノラがね、その放置をしてたのよ、レベル1で、俺レベル5で。殺せる状況とかあっても殺さない人間なんだよ、俺。このゲーム練習したからって。 だから落としたものを勝手に食べたらダメだよ。カラスでもないし。あ、おめえなんだ喧嘩売ってんのか普通に。ザンパンつついちゃ悪いのかよ。こっちは必死なんだよ。あいつー、てかさ、あの小一さ、そういえばさ、ライター落としてさ、なんか最初の方有効的にしてきて。で、ライター落として、で、それを確認してから散ってったもんな。で、その後は普通に攻撃してきたんだよ。もうミッションコンプリートってことだったんじゃないあ、あいつ拾った終わった あいつやったわああ完全に食った食ったアンチとしてのね仕事を終えまして皆さんっていう感じ。次元爆弾次元爆弾だよ爆弾拾っちゃったよ俺笑えん笑えん。いや、ぜあのね、全然、笑えないけど。俺、俺このゲーム今愛してるんだけど。 あの小一は許さん。ああ、あの小一許さんっつっても絶対サブアカなんだろうな。うわぅぅ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 ぅチミングは普通にマナー違反よ。知っとるわそんなこと知ってるじゃチミングがマナー違反でやっちゃいけないことぐらいそんなことは分ってるんだでもあれ広いやついるか あの流れであのアイテムで弱いやつおるかなんか俺のこれ言なんか言葉も悪いんだろうなこのクリップをさ送った時にさ大好き大好きとか俺言ってんの,てうのもうこれアウトでしょ,ちょもう一回見るか <laughs> このクリップだけ見たらさもう全アウトよじゃ俺の8時間を見てほしいこの15秒を見るんじゃない8時間を見てほしいんだ俺は善良なプレイヤーってことが分かるからあーお前みたいなやつは大好きだ

お前みたいなやつが大好きだ。お前みたいなやつが大好き。え <laughs> か。スタンミ信じてたのに。違うんだよ。俺はそう、ちょっと待って。俺、チーミングしようとしてきたんじゃないんです。 信じてたのにじゃなくて <laughs> いや普通拾わないだろうはないお前 <laughs> いやいや <laughs> いや, <laughs> いや,いや <laughs> あそこで普通は拾わないだろみんは絶対にないね <laughs> 意図的かどうかで、ね、意図的な意図的ってどういうこと拾,拾ったのは意図的っていうかまあそれはなんていうのこれ意図的っていうのか あのー、流れです、これは。おそう本能これは。<laughs> 本能なの。条件反射。ライターがそこに落ちました。拾いましただけ。で、どこが、どこ、どこで判断するんだろう。だからそもそもあれはリスナーだから、スナイプだからっていうのを言ったら解除されんのかな。それとも、もう条件反射で拾ったパンだの、このゲームは。 ひろとばーンって <laughs> <れも> <laughs> いうのも、そんなきついぜそんなきついよ <laughs> 問題の、問題のシーンだけ、もう解とこれは、<laughs> これは、ゲームの最中によって、もう言動、やってることが完全にもうチーミングしてるやつのあれだから、でもこれって本当に本能でやってることで、すべて、この、小一の、もう、 手の上で転がされてるもう反応も全てあーこういうのが欲しいんだなーっての俺全部やってるからあんまこのクリップ見たくない <laughs> IQ で負けた俺の IQ が70しかねえからこんなもとになるんだ俺はこのゲームに貢献したと思ったんだけどなみんなでこのゲームを育てていこうと思ったんだけどごめん1週間だけ俺ちょっと離脱するみんな飛べよみんな飛べよ ちゃんと。羽ばたけよちょっとそうなだそうだな。そろそろちょっとで。そろそろ解除されてるかも。<laughs> 一回見に行こう。 ちょっと忍者忍者お前だったら拾ってるこれちょっと待って忍者に聞くのは間違いだいや待って答えるな忍者答えるな忍者答えるな答えるな,えるな待って忍者バンするわ一回10分バンする危ないこいつはないれ出す俺は拾ってないでござるしてって絶対言うからこいつはゲマゲマで唯一そういうやつに聞いちゃった俺は今他のやつらは拾ってる これ2円っていうか人類の95%は拾ってるから。あ <laughs> のね、ジャスは100拾う <laughs> 俺、俺マジで断言できる。<laughs> もう、もう、想像できる。ジャスは、お、いいのははは。<laughs> 今日のと、おか <laughs> しいたぶん、まずは、シューカは、ギョが怖いから、<laughs> ビーコンチェックなんだよ。ま、最前<く>大前提一番怖いにしないないいやろう。で、飯の派生なんだけど、まずあの、定番のポーションでしょ。で、牛乳の派生が、チョコ、ハチミツ、パン、ジャック。涙て,て, <laughs> てる。 そんなゲームに対して真摯に向き合ってるやつが <laughs> あのクソショイチのせいでこちたらアナ,ログにアナログ人間だからじいちゃんノートで頑張ってんのによバカだから頭に強引に詰め込んどんのじゃそんな努力をしてるこんなマッドなプレイヤーがバンされてます運営さんこの気持ちがマジで伝わってほしい ちょ、ごめん、なんか、<laughs> 俺、俺さ、週回さ、俺昨日8時間配信した後、打ち合わせ終わって飯食った後、朝の6時まで3時間でして、俺それをさ、みんなに見せたくてさ、配信になったってさ、バズれちゃったんだ <laughs> バイバイ